じゃあ行くぞ。はい、めちゃしこエピソードを言って、ブロコドラクが興奮したら、うん、よかったねーっていうコーナーです。はい。どういうコーナーだ行きましょう。うん、ディズンネーム、銀河旋風アクセラレータさんです。はい。杉田さん、梶田さん、ゲストの島崎さん、いると信じてます、松岡さん。これが、シュタインズゲートの選択だ。ごめんな。4月から始まるお礼も一気で、綾瀬と仲がこじれた君を説得すべく、京介が言い合いをしたシーンです。うん、あー、なるほどな。うんうんうん、はい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 。振り回したクッションにてこぼれた麦茶がカーペットに落ち、うん、その後若干ずれていると思いますが、そのこぼれた場所にキリノちゃんが地面に平行に M 字チックに座り込んだとき、あ、それだと股間の大事なところが麦茶で濡れてしまうんじゃないかと思い、だんだん心乱れていく、この癒やしい笑顔で、果てない闇からあれを、さああれを飛び出そうみたいなね。ホールドマイハンドだもん。ドラゴンボール GT に謝れ、まあ簡単に言うと、キリノちゃんの股間がびしょびしょです。はい、行くしかないよね、ブルコドラク。梶田さん。うん。もうね。もうあ濡れたところを、濡れたところから水分を吸い取るところまでそうだ。だんだん心そがれて。もう染み抜きしないとこういうのすぐ濡れた。染み抜きしないと、吸ってる、おかしいな、吸ってる端からどんどん染みが溢れてしてくるよっていうね。やめろよ。お前、仏国道やめろよ、ほんとに。